JR 東海高島屋は1992年に地域に根付いた百貨店を目指して設立をいたしまして、今年で開業20周年を無事迎えることができました。おうち時間が拡大をしている中で、実際にこう触れて楽しんでいただける商品がないなって思っている中で、この商品にちょっと注目をいたしました。人とロボットの共生を目指すというところがコンセプトで立ち上がった11階のロボティクススタジオの中では、家庭型のロボットというところの取り扱いはあったんですけれども、日常を楽しむことができるロボットというところが取り扱いがない中で、このイベントを通じてお客様からのリアルなお声を頂戴をして、設置をして販売をして楽しんでいただけるようにという思いを込めてというのが開催させていただいた経緯でございます。我々伊藤電機と申しまして、中部地区名古屋の方で60年ほど前からやらせていただいている会社になります。基本的には半導体などの電子部品を商売している会社になります。ロボットスプラウトはオセロをロボットが人と対局できるというような装置です。人が打っていただいた後に Android のタブレットの方で OK というボタンを押していただくと、上についているカメラの方で盤面を撮影して、その盤面の情報を得た上で次にどこを打とうかなっていうのをロボットが判断して次の手を打つっていうような概要になります。実際には Android の端末の中にゲームのエンジンだとかプログラムが入っております。コボッタっていうのは人から見ても優しくて触れやすいデザインになっているっていうところでまず採用を決めました。軸フリーの衝突の設定を使ってまして、我々のプロダクトの場合はコマをこううまく取れなかったりとか、コマにぶつかった時に衝突してしまうっていう恐れがあるので、その時には軸をフリーにして衝突の感動を逃がすようにする機能を使っています。注目していただきたいのが、掴んでいる時に返す部分の反応の機構なんですけども、オリジナルで開発したものでして、一般的なものを使おうとするとどうしてもひっくり返すときにどこかにこう一度置いて掴み直すっていう作業が必要になるんですけども、一発で返せるようなこの反動を開発するのにはかなり苦労しました。やっぱりこう手前のところっていうのは取りに行けない体勢っていうのが存在しますので、最短で行ける体勢を探して我々の方で指示をかけて取りに行かせてます。なのでお客さんとか打ってると、こういう状態が急にこうなったりとかして、なんだこれはっていうのを逆に楽しんでもらえるっていうところも魅力の一つなのかなっていうのは思ってます。こういったアナログのゲームをロボットと直接触れ合いながら遊ぶっていうのもこれからの選択肢として一つあるのかなっていうことは思っていて、我々はこのプロダクトを開発しています。